西武模ハ101系電車は、かつて西武鉄道に在籍した、通勤系電車。玉子線の車両近代化のため、従来在籍した木造車の主要機器を流用して1949年から1953年に、かけて製造された、全長12メートル級の小型車である。本校では、後年一部の車両を電装解除して制御車とした。 区ハ1111 11系電車、並びにもは101系の制御車として運用するため、機動車を改造して竣工した区ハ1101 11系電車及び区ハ1121系電車についても合わせて記述する。また、本校における車両番号の世代表記については、本校記述の各形式内に限定した世代表記を用いることとする。 1945年9月の武蔵野鉄道、西武鉄道の合併に伴う西武鉄道の成立以降、旧武蔵野鉄道に属した各路線はいずれも、河川電圧1 2 0 0ト仕様で電化されていたものを1950年7月に、西武鉄道に属した各路線に合わせて、河川電圧1 5 0 0トに昇圧し、 さらに、多摩線等の非電化路線についても順次電化を施行し、路線規格の統一が推進された。しかし、旧武蔵野鉄道に属する一路線であった多摩湖線については、当時運行系統が多路線から独立していたことや、車両規格が強小であることにより、多路線との車両の共通運用が不可能であった等の理由から、架線電圧 600V 仕様のまま損置された。 当時の玉子線は、道路線の前身である旧玉子鉄道が保有した、引き継ぎ車両や、西部軌道線から転属した車両によって運用された。それらは二軸単車、あるいはボギー車であっても、路面電車型の小型車であったことから輸送力に、乏しく、また全車とも高経年の木造車であり、老朽化が著しかったことから、他路線で運用される車両と比較して、 質的に見劣りするものであった。モハ101型は、タマコ専用車両の体質改善を目的として、従来車の内ボギー車各形式より主要機器を流用し、車体を申請する形で製造されたものである。なお、クハ1111系11の一部が、申請名義で落成した他は、モハ101型を含む、各形式とも主車の車席を継承し、 改造名義で落成した。1949年から1958年にかけて4形式のべ12両が増備された各形式は600ボルト電化当時の玉子線専用車両として玉子線の全線1500ボルト小圧が完成した1961年9月まで運用された。構え体主要部分を後半とした性構,構造で前面は 非貫通構造の3枚窓設計とし、車体長 11400mm の車体に、片側2箇所 1000mm 幅の、片開け客用扉を備える。モハ101系、クハ1111 11型については、区千1114.1115を除く全車とも、両側つま面に運転台を有する、両運転台構造で竣工し、 運転台は片隅が高い方向造で、運転台左側にのみ乗務員扉を設けており、前商等は当初全面中央倉下のコシータブに設置された。車体塗装は当時の西部における標準塗装であったコシータブを茶色倉下ウィンドウシールより上を黄色と下に色塗りである。初期に落成したもは101から103はいずれも種車の台枠を流用して、 車体を申請し、流用した大枠の形状の都合から、車体す部に段差が生じている点が特徴である。同産量は、多摩子千萩山県社区において、関東車両電機の出張工事により製造され、第一陣として九百四十九年に落成した、もは百0には、側面見つけが他社とは異なり、側窓に前置きに太い窓間柱が設けられ、窓配置は、 d d 1、DD、2 2十1 d 1であった。翌1950年3月に落成した、も 101. 10は101.103は、窓間柱太さが均一となり、窓配置は DD8D1 と変化した。1950年10月に落成した、もは104以降は全車とも、所沢車両工場で製造された。同車以降においては車体を大枠より、申請し、 車体裾部が一直線形状となったほか、大枠厚さも異なる。また、DD8D1 の窓配置はもは101.103と、同一ながら、つまめの及び墨柱部の丸みが増し、幕板寸法を、全面窓寸法をはじめとして、各部寸法も変更され、全体的に洗練された外観となった。また、 クハ1114.1115は当初より国分寺よりつまめにのみ運転台を有する型運転台仕様で落成し、萩山より車端部には乗務員扉が設置されていないことが特徴であった。窓配置は DD8D1 である。車内は全車ともロングシート構造で客用扉は手動式、室内灯は白熱灯仕様であった。 基本的に主車より流用したものを搭載し、全車とも運転台に設置された直接制御機によって、立候制御を行う直接制御方式を採用する。なお、多摩湖線において運用される、各形式は交代改善から制御機に、特殊な改造を施すことなく電動車、制御車の連結運転を実施していた。 これは制御車の床下にも電動車同様に、主抵抗機を搭載し、制御引き通し線並びに母線を、連結相手となる車両との間で接続。自社側直接制御機によって、電動車を制御可能としたもので、本形式においても、同様の制御方式が踏襲された。台車はブリル 76E マイナス1を装着する。主電動機は、 ゼネラルエレクトリック製の1時間定格出力 41kW のものを1両あたり2機、歯車非5.53で搭載し、駆動方式は吊り掛け式である。制動装置は SME を採用する。ただし、もは101から104は当初は単なる直通ブレーキだったものを、連結運転を行うために1951年4月24日付けて管。 第482号設計変更認可で SME に改造した。終電装置はトロリーポールを採用し、電動車であるモハ101型は、車体の前後に各1機、制御車各形式は、運転台側にのみ1機、それぞれトロリーポールを搭載した。以下、各形式の種車となったグループごとに、その詳細を述べる。なお、 冒頭に記した車番はいずれも落成当初のものである。種車は、旧玉子鉄道の木造ボギー電動客車も、波20型も、波20から22で詳細は、玉子鉄道の鉄道車両も、も波20型を参照のこと。玉子鉄道の武蔵野鉄道への九州合併に、際しては、玉子鉄道時代の番号のまま運用されたが、 戦後西武鉄道が成立した後1948年6月に実施された在籍車両の一斉改版に際しても、派101型も派101から103と改版された。同産量は当初原型のまま導入されたものの、後年車体両端部が細く絞られる形状であったものを、車体中央部と車服を均一化する改造を実施し、同時に、 全面窓の下端部が切り上げられて、全面窓上下寸法が縮小されたほか、模波101.103については、窓配置も、原型の 1D22222D1 から1、D8D1 へ改造された。さらに後年において外板に後半を貼り付けて、簡易交代化を施行し、ダブルルーフ構造であった屋根のシングルルーフ構造化が、 行われるなど数々の改造が順次施行され、交代化直前の段階ではすでに原型を失った状態であった。交代化改造は、書類上は3両とも1951年1月に、所沢車両工場で施行されたという扱いが取られているが、現車は前述のように1949年から1950年にかけて落成しており、 試行も関東車両電気によって行われた。また、最初に落成した、モハ102は、窓配置が DD、DD12221D1 と、他社とは異なり、ついで落成した、モハ101.103についても、車体各部に後に、所沢車両工場で車体を、申請したグループとの相違点を有した。 モハ51.111よび都電杉並1202.211を種車とし、入線経緯並びに交代化直前の外観はおのおの異なるものの、原型はいずれも木造オープンデッキ構造の路面電車型車両である。モハ51は、西武軌道線33型36として1924年6月に田中車両において申請され、 西武機動線の東京都交通局への運営委託後は2 5 0百2 5 4と解消、改版された。戦後間もなく旧車となった後、1946年11月に、再び西武鉄道の席へ編入され、1951年3月に、模波5 1系 a 5 1として、多摩湖線に配属された。導入に際しては、法屋車両工場において、 屋根部のシングルルーフ構造化、上降口下部の社外ステップ撤去、オープンデッキ部分への運転台及び客用扉の新設が施行された。モハ111は、西武機動二23型24として1923年9月に、東洋車両において申請され、運営委託後は、東京都交通局210系212と解消、改版された。 1945年5月25日の空襲により車体を消失し、1949年5月に関東車両電機において木造車体を新生モハ1 1 1系1 1 1として西武鉄道の席へ編入された。以上の2両は、多摩湖線において旅客車両として運用された後、モハ104.105の種車となった。 202.211は、西武機動一2 1十2 2 2 3型23として、前者は1922年11月に枝光鉄工所で、後者は1923年9月に東洋車両で、それぞれ申請され、運営委託後は、東京都交通局2 0 0百2 0 2 2 1 0二2 1 1と改称、改版された。二両は、 戦後も引き続き都電杉並線において運用されたが、211は1953年3月に、202は同年5月に、再び西武鉄道の席へ編入された。西武への譲渡後は前述もは51.111のように、旅客車両として運用されることなく、直接もは106.107の種車となった。以上の4両に対して、 1950年10月から1953年8月にかけて順次交代化、車体申請が施行された。前述のように、本グループ以降の車体申請はすべて、所沢車両工場で行われ、車体各部に設計変更が加えられた。1953年11月と1956年12月の2度にわたって申請された。 本グループは2両とも主社を持たず、申請名義で竣工しているが、台車については流用品が用いられ、クハ1114が雑型釣り合い両式台車を、クハ1115がブリル 76E-1 を、それぞれ装着した。車体の仕様並びに、外観はモハ104から107と、ほぼ同一であるが、当初より、 型運転台車として落成したことから窓配置が一部異なる。なお、終電方式がトロリーポール仕様であった当時に申請された区波1114は屋根状にトロリーポールを搭載して落成したが、終電方式がパンタグラフに切り替えられた後に申請された区波1115については当初より終電装置を搭載せず落成した。 運船鉄道が1936年に日本車両製造へ申請発注した車体長 9800mm の小型4軸ボギー内燃動車カハ22を前進とする。動車は1938年8月の運船鉄道廃止に伴って、篠山鉄道に現番号のまま譲渡され、さらに1944年3月の篠山鉄道、 廃止に伴い、西武鉄道が購入し、キハ101系101バイトとして導入されたものである。同社の導入当時の西武鉄道においてはすでに、同番号の車両が在籍したことから、元カハ22をキハ101バイトとし、すでに在籍したキハ101については、キハ 101A と解消することによって、両車を区分した。同社は、 当時、非電化路線であった玉川線へ導入された、ものの結局運用されず、長期間旧車状態となった後、1951年6月に、モハ101型と編成する制御車として、電車化改造が施行された。電車化に際しては、床下のエンジンを撤去、運転機器等を、電車用の機器に換装し、屋根状にトロリーポールを新設した程度の軽微な、 改造に止まり、外観上の変化はごくわずかなものであった。また、萩山よりの運転台を撤去して、変運転台構造となったが、運転室は、玉子線に在籍する他の車両が、片隅式であったのに対し、全幅式の運転室構造を採用した。窓配置は、ガソリンカー当時と同様、1D7D1 である。台車は、 ガソリンカー当時からの軸バネ式皮脂枠台車をそのまま装着し、旧付随台車は固定軸間距離 1500mm の一般的な台車であったのに、対し、旧動力台車については心皿、枕両等が同軸側に 200mm 偏って配置された変身台車であった。玉川線の脚下分離のため、西武鉄道が百三十八年三月に、 日本車両製造東京支店において申請したガソリンカーであるキハ 20K21.22 オタネ車とする。道二両は玉川線の電化完成に伴って上水線へ転属し道路線の電化完成後も車両不足を補うため1956年頃まで運用された後用途を失い旧車となっていたものである。同二両をタネ車として 本形式が落成した1958年7月、当時は、すでに600ボルト電格間縮小に伴う余剰廃車が発生していた時期であったものの、多くの車両を廃車、譲渡したことで、同時期の利用客増加に対して輸送力不足に陥ったことから、車両不足解消のため急遽改造が決定したとされている。本形式も他の制御者各形式同様に、 国分寺よりに、片隅式運転台を有する、片運転台構造を採用する。種車は、全長10メートル未満の小型二軸単車であったが、電車化改造に際しては、全長13,460ミ、mm、リメートルの3、扉車体へ延長の上で、ボギー車化改造が施行されており、窓配置も改造以前の 1D5D1 から、 DD5D5D1 と大きく変化した。台車はクハ 1231K の台車交換に伴う発生品であるアマの工場製の釣り合い量式台車を装着する。なお、本形式は玉子線の終電方式がパンタグラフに切り替えられた後に増備されたため、当初より終電装置を搭載せず落成した。河川電圧6 0 0ト当時の玉子線に、 導入された蒸気4形式は、西武鉄道における運用期間は延べ12年間に過ぎなかったものの、モハ101系、クハ1111 11型については、その間複数回にわたる各種改造並びに改版が行われ、非常に複雑な車歴をたどっている。以下、導入後に実施されたそれらについて述べる。 旧玉子鉄道引き継ぎ車を種車とする、モハ101から103は、西武機動に引き継ぎ車を種車とする、モハ104から107が1953年8月の、モハ107を最後に、全車落成したことを受け、電動車比率調整のため同年12月に、全車電装解除、制御車化され、区波1111 11から1113と解消、改版された。 制御車化に際しては、萩山よりの運転台機器を撤去し、他の制御車同様に型運転台車となった。さらに、関東車両電機の手によって製造された車体が、経年4から5年程度であったにもかかわらず各部の痛みが進行し劣悪な状態となったことから、1954年3月に、所沢車両工場において、車体の更新修繕工事が施行された。 区ハ1111.1113は、外反張り替えと修繕工事相当の施行に止まったが、車体の仕様が異なっていた。区ハ1112については、申請者グループの区ハ1114.1115と同一の車体を大枠より、申請し乗せ替えられ、旧車体は廃棄された。さらに1958年6月に枠区1112.1113。 が相互に車番を振り替えて区波1113.1112となり、後のグループと合わせて区波1111.112 11 1が大枠流用者、区波1113以降が完全に新請者と再編された。モハ104から107については、前述モハ101から103の伝送解除、改版に伴って、1953年12月に、 もは101から104と、改版された。1956年にはもは104と、クハ1114の間で、伝送品並びに、車番の振り替えが実施され、前車はクハ1114へ、後車はもは104へそれぞれ解消、改版された。なお、各形式共通事項として、1954年に、終電方式が、 トロリーポールからパンタグラフに切り替えられたことに伴い、同年3月から9月にかけて、電動車の終電装置のパンタグラフ化、制御車の終電装置撤去、並びに全消灯の屋根上への移設が順次施行された。さらに当初は、両運転台仕様であった、モハ101型は、後年モハ 101K、区波 1111K の二両編成を基本編成とし、 他の制御者は、ラッシュ時の増結用車両とする運行形態が、状態化したことに伴って、国分寺寄りの運転台機器を撤去し、変運転台仕様となった。また、各種仕様が異なる異端な存在であった、区ハ1101は、1956年12月の区ハ1115、春行の後、翌1957年1月に、日立電鉄へ譲渡された。 長年にわたって、他路線より独立した運行形態を保持した多摩湖線であったが、輸送力増強を並びに、利便性向上のため河川電圧の1500ボルト、昇圧及び、車両規格の拡大が計画され、1958年9月には、萩山多摩湖間の1500ボルト昇圧工事が完成し、新宿線との直通運転が開始された。 小圧工事完成に先立つ1958年4月には、モハ104が本形式発の廃車となり、山形交通へ譲渡された。モハ104の除籍に伴って区ハ1114が、再び電動車化されても、ハ104と、改版され、同時に区ハ1115が区ハ114 11と、改版されたが、同2両についても区ハ1114が、同年8月に、 もは104位が同年10月に相次いで除籍され、前者は山形交通へ、後者は宇宙交通へそれぞれ譲渡された。これら3両の除籍は、河川電圧600ボルト区間が国分寺萩山間に縮小されたことに伴う余剰廃車名目であったが、同時期の利用客増加に対して、残存車両のみでは対処できず、輸送力不足に陥ったことから、 急遽新宿線より、木造車区波1 2 5 1系1 2 5 1を、区波1 2 0 1系1 2 0 1と改版の上で点、属させたほか、前述区波1 1 2 1系2両を増備する一方、区波1111から1113に対して1960年11月に、車体延長改造が施行された。改造後の同産両は、 全長 13,900mm の3、扉車体となり、窓配置は DD、DD4D4D1 と変化している。また、大枠流用車の区百1,111.112、については、車体裾部の段差がなくなり、車体申請者の区ハ1,113同様に裾部が1、直線形状となったが、大枠厚さが異なるため両者の判別は可能であった。 多摩湖線の河川電圧600ボルト区間は、最終的にもは101から103区派1111 11から1113区波1121区派,派1201の計8両によって運用されたが、1961年9月の国分寺萩山間の河川電圧1500ボルト昇圧完了をもって、全車運用を離脱、1964年までに全車除籍された。 なお、区波1111.112 11は、運用離脱後の1962年7月10日から、同年8月20日にかけて、松本電気鉄道に貸し渡しされ、同社上高地線の下記登山客輸送に供された、経歴を持つ。貸し出しに際しては、 同社保有の電動車との並結運転のため、運転台の主管制御機を交換し、関節非自動制御対応の制御車へ改造の上で入線した。日本油出専用線、9102ハ波101系、9波1111型については、所沢車両工場がカタログを作成して、地方私鉄各社へ積極的に売り込みを図ったことが記録されており、 最終的に4形式12両全車が、宇ご交通、山形交通、日立電鉄、豊橋鉄道、日本有志専用鉄道の各社へ譲渡された。なお、模波101系、区波111 11系給料中、西部在籍当時における改造によって3両が、さらに譲渡に際して3両がそれぞれ、車体延長改造を施行されており、 原型のまま譲渡されたものは3両に止まることから、モハ101系、クハ111 11系の12メートル級車体は、地方施設においても小型すぎたものと推測される。1958年10月にモハ104が譲渡され、デハ6として、同社小勝線に配属された。道路線は、トロリーポール終電方式を採用していたため、譲渡に際してはパンタグラフを、 トロリーポールに乾燥し、同時に全照灯を全面装庫へ移設したため、あたかも新生当時の姿に復元されたかのような形態となった。その他、両運転台下及び乗務員扉の増設、客用扉にドアエンジンを新設し、半自動扉か客用扉下部へのステップ新設等が施行されている。 ついで1963年4月に枠破1121が譲渡され、前述で派6の続版となる、出派7として同じく、小月船に配属された。譲渡に際しては、電動車か、両運転台か、乗務員扉の増設、客用扉の自動扉か、全消灯の全面総会の移設が施行され、だ。小勝船にあっては、 大型車の部類に入るデハ6.7は主力車両として運用されたものの、モータリゼーション進捗に伴う利用客減少並びに赤字額増加を受け、経営合理化の一環として、道路線の内燃動力化、電化廃止の方針が決定し、廃線となった、同車横走線より転属した機動車に置き換えられる、形で1971年7月に全車用途を失った。 動力転換に伴って、デハ7は、電装解除、客車化改造が施行され、ホハフ7と解消されたものの、ほぼ運用される機会はなく、1973年4月1日の5月戦前戦廃止に至った。なお、来年動力化直後にデハ6.7を含む、数量の電車については、長子電気鉄道への譲渡の引き合いがあったものの、価格面における折り合いがつかず、 破断となり、二両とも、5月戦前退後に解体処分された。1958年4月にモハ104が、同年8月に枠く破1114が譲都され、それぞれ同社高畑線及び、小花沢線に配属された。モハ104は、高畑線も、破産となり、譲都に際しては、両運転台か、乗務員扉の増設、客用扉の自動扉か、 客用扉下部へのステップ新設、客用扉の構成扉化等が施行されている。小花沢線に配属された、区波1114は客車化改造を施行し、ハフ3として導入された。客車化改造に伴う運転関連機器の撤去、以外の改造項目は、高畑線も、破産に準じているが、客用扉については、手動式のままとされた。 1964年8月には区波1111.112 11が譲渡され、区波111 11については、電動車化改造が施行されても、波105区波11として、同社三山線に配属された。譲渡に際しては前述区波1111の電動車化のほか、制御方式の関節肘動制御か、両運転台か、 乗務員扉の増設、全面窓及び、戸袋窓のエッジゴム固定窓か、客用扉の自動扉か、構成扉か等が施行されている。モハさんは1974年11月の高畑、戦前戦廃止まで運用され、後に解体処分された。ハフさんは、小花沢線で、主力車両として運用された後、1970年9月の、 道路線廃止後は、高畑線に転属したが、運用機会はなく倉庫代用として使用された末、高畑線全廃に伴っても、発散と同様解体処分された。モハ105は、収容力の小ささが問題となって、高年パンタグラフや一部の伝送品を撤去して、制御車代用となり、クハ11とともに主にラッシュ時の増結用車両として運用された。 1974年11月の宮山潜敗死後は、他社への譲渡を意図して、海味駅構内に1年余りの間留置されていたが、結局譲渡されることなく2両とも解体処分された。区派1101が1957年1月に譲渡され、左派1100系1101として導入された。譲渡に際しては、塗装を変更し運転台を撤去した以外ほぼ手を、 加えられず運用された。しかし、全長10メートル未満の小型車で、かつ運転台を持たない純然たる付随車であった。同車は運用上難をきたしたため、晩年は半ば旧車状態で、九時浜駅構内に流通された後、1973年6月に廃車となった。1959年10月に区派1122が、 上渡され、当職1500系1 5 0 5の形式、車番を称した後、区2 3 0 0系2301と解消、改版された。上渡に際しては、制御方式の間接非自動制御化が実施され、同時に上渡されたも1600系1602と、編成された。後年客用扉の自動扉か、連結面への貫通路新設。 全小灯のシールドビームに等化等が施行されている。1962年1月にはモハ101.102の二両が譲渡され、モ1300系1301.1302として導入された。譲渡に際しては二両とも西北8 111 11から1113と同一の内容による車体延長改造を施行し、同時に乗務員扉増設を行って窓配置は、 DD4D4D1 と変化した。その多客用扉の自動扉化、床面高さ変更、台車交換等が施行されている。導入後は、旧三河鉄道のガソリンカー改造車である、区 2280K2281.2282 と編成し、二両固定編成として運用された。導入当初は直接制御仕様のまま運用されたが、 後年関節肘動制御化が実施され、同時期には区2301と同じく連結面へ貫通路を新設し、全消灯のシールドビームに投下等も施行されている。も1301は1967年1月に踏切事故で大型トラックと衝突、脱線転覆大破したため同年9月に廃車となった。2301は 大型車導入に伴って1982年に、も1300には、編成を組んだ、区2000人の廃車に伴って、連想解除、制御車化の上区2310系2311と解消、改版された後、1987年にそれぞれ、廃車となった。日本国有鉄道竹豊予選竹予駅から、日本有志愛一事業所管内の、 各工場を結ぶ専用鉄道における、従業員輸送用車両の近代化目的で、1961年8月に、モハ103区波1113の2両が譲渡され、同社も101区102として導入された。譲渡に際しては床面高さ変更のほか、模101については、両運転台下並びに前述と橋鉄道に、譲渡された車両と同様に、 車体延長改造を施行した。なお、同二両は他社向け譲渡車両において施行された、乗務員扉増設は行われなかった。1983年に、公員輸送列車が廃止となったことに伴って二両とも用途を失い、1986年3月には、同専用鉄道そのものが全線廃止となった。専用鉄道廃線後はも101が、 愛知県千多郡竹豊町内の長尾児童館に、区102が道町内の東大高交通児童公園に、それぞれ生態保存され、模波101系、区派1111型における、唯一の現存例となっている。模波101系、区派1101系、区千111 11系、区千1二2 1系の上渡先形式に関する、カテゴリー。 日立電鉄左派1100系電車に関するカテゴリー、豊橋鉄道の1300系電車に関するカテゴリー、豊橋鉄道区2300系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。